ちは。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。今日もクライマックスシリーズ第5戦ありました。はい。はい、セリーグの。まあ大変なことになってるな。なんかすごい試合が続きますが。そうだね。もうほとんど1点差のゲームという、はい。まあ昨日だけはちょっと違ったけども。それにしてもね、昨日もね、ジャイアンツタイムリーなしで。はい、そうなんだよね。勝ってるというすごい試合ですが。はい、はいはい。結果はそちらに今星が書いてあります通り。そうなんだね。3勝ずつ、はい、3つずつになりました。はい、もう第、6戦第6戦。まあもうファイナルのファイナルに行くというね。まで、もつれていますが。はい、はい。どういう試合だったのでしょう か, うか、ね、はい、今日看板やちいちゃんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということででね、先発を見てみたいね。はい、これはね、ジャイアンツピッチャー以外はジャイアンツ昨日と全く同じですかね。やっと固定みたいなのできたね。で、 DeNA は、はい、ずっと一緒ですね。もうずっと固定ということでね、はい、ということで、ピッチャーは山崎伊織投手と浜口投手ということで、はい、先発始まりました。まあ、昨日は坂本がね中心になり、うん、なんていうの、ね、チームを引っ張ったというね、うん、まあ、そんな感じがするし、はい、まあ、なんかヘルナンデスが、まあ、こう一つの起爆剤となってくれないかなというね、まあ、雰囲気変わりましたよね。まあ、ノーヒットではいるんだけど も, けれども、まあ、今日はどうなったかっていうことだよね、うん、はい、はい、で DeNA の方、まあ、不動で戦ってる、うん、これ見てるとね、やっぱね、厳しいゲームが多いんで、結構疲労が来てるっていうような感じがするね。そろそろどうなんでしょう、この打順変えるとか、選手を誰か入れ替えるとかっていうのはしない方がいいのかな。いや、もうここでこのままこう戦ってきてるんで、まあそんな変にね、変えるっていうことは、まあ多分できないと思うし、まあ、しない方がいいよね。なるほど。あと一戦というところでね。うん、そうだね。うん、で、山崎より、はい、ね、先発が。山崎よりは DeNA に対して非常に状態がいいという、うん、まあ相性がいいんだよね。はい、で、その中で3勝してんのかな、うん、DeNA からね。で、その中でも宮崎が一つのポイントを握ってるというね。うん、宮崎が非常に山崎よりに相性がいいという。なるほど。11打数4安打かな、うん、3割以上の打率を残しているということで、はい、で一方 DeNA の浜口、はい、ね、まあ、立ち上がり、まあ、どういうふうなピッチングになるかというのはもう皆さん知ってのことだけども、はい、まあ、フォアボールということで、割とこう序盤でフォアボールが多いと自滅していくっていうようなタイプなんだけども、はい、立ち上がりをね、どういう風に立ち上がっていくか、うん、そこがポイントですか。まあそこがポイントだね。で、試合ははい、こうなりました。もうしびれる試合、1対0という最小得点差ということで、そうだね、巨人が勝ちました。はい、はい、まあ試合を追っていきたいんだけども、はい、まず初回、うん、ね、山崎伊織から牧がワンアウトからヒット、うん、はい、オースティンがツーアウトからヒットということで、うん、一塁二塁、はい、ね、ランナー、それでいきなり宮崎に回ってくるんだよね、はい、で宮崎に対して山崎がどういうピッチングをするかというと、まあ、変化球を交えながら、うん、最後はやっぱ得意のツーシーム、インサイドのボールで詰まらせてピッチャーゴロという、うん、まあ、一つ立ち上がりがこうチャンスだったかなっていうね。まあ、宮崎にも回ってきたし、はい、ただ宮崎は相当疲労があるかなっていうような、ちょっとね、うん、体のキレで、まあ、バッティングの質、そういうことを考えるとちょっと疲れてるなというような、そんな感じがしたよね。ここのところね、あの守備なんかでもいい、はい、あのプレーがね、プレーはしてるんだけど、ね、ありましたけどね、ちょっとバッティングがね、あれこれ宮崎だったらこんなボール手出さないぞっていうようなボールを、まあ、手を出したりだとか、まあ、してるんで、ちょっと疲労からくる集中力の欠乏かなっていう、まあ、そんな感じもするけどもね。はい、で2回ジャイアンツの攻撃、うん、でワンアウトから坂本フォアボール、はい、中山ライト、うん、昨日に続いてライト前ヒットという、ね、乗ってきてんなっていうようなね、初めてのヒットですね。まあそうだね、うん、まあ若手っていうのはさ、やっぱこういう、なんていうの、大切な試合で結果が、いい結果が出してそれが勝ちに結びつくとやっぱ乗っていけるね、うん、でこの1打席目も、あ、1、2塁間打つかなと思ってたらきっちり打ってきたというね、はい、まあセカンドの頭の上だけどもね、うん、まあ引っ張ってヒットにしてワンアウト1、2塁、はい、で岸田、うん、まあ、三振、
山崎三振ということで、はい、まあ、非常にフォアボール1イニング2イニングと1つずつ出してるんだけど、うん、その後きっちりこう抑えてきてるんだよね、うんうん、だからまあ浜口もいい立ち上がり、はい、で山崎よりあんまり良くなかったんだよね、立ち上がり甘いボールが多かったね、だからまあそれをなんとかね、こう散らしながらまあいってるんだけど、まあ DeNA 打線があまり捉えられなかったという、うん、で浜口、はい、3回先頭打者で、うんうん、レフト前ヒット、はい、これ坂本取れたかなと思うんだけども、うん、まあ抜けてって、はい、レフト前ヒット、はい、梶原ライト前ヒット、はい、で甘いボールなんだよね、追い込んでるんだけども甘いボールが来るとか、はい、まあ、そういうことになっててノーアウト1・2塁、うん、難しかったと思うのは牧に対してこれ打たしていくのか、いやこれもシリーズに出るために送りバントなのか、難しいですね、まあ送りバントっていうサインは出したことないと思うんだけど今シーズン、でもやっぱり日本シリーズに行くためには俺は必要かなと思ったけども、まだ序盤ということもあり、まあ打たすだろうなと思ったら打たしに行った、はい、でやっぱボール球から手を出してるんだよね牧がね、うん、やっぱこうここでこう打ちたいとか、いやちょっと気持ちが出すぎたかなっていうような感じがするんだよね、うん、でセンターフライ、はい、で佐野がダブルプレーということで、うん、まあこのノーアウト1・2塁下位から上位に回ってきたチャンスをものにできなかったというね、うん、うん、まあちょっと一つ流れが変わるかなと思ったら浜口が、うん、もう抜群なんだよ、すごかったですよね、うん、でね4回の頭、うん、岡本に対して、うん、もうねもう振るところがない、振れないだろうなっていうようなところで三振取るんだよね、見逃しのね、見逃しの、うん、でまっすぐもいいところに決まる、はい、チェンジアップも有効的、うん、まあ、スライダーも要所暴れながらもいいところに決まるっていうね、だからまあ、 非常に浜口にとっては気持ちも入ってたし、うん、自分でもやっぱり手応えは掴んでたと思うんだよね、うん、だから非常に絶好調だったよ、おたけびいっぱい見えましたね、はい、うん、で岡本は外のまっすぐで三振を取り、はい、でヘルナンデスこれはチェンジアップで三振を取るという、うん、まあ、どっちにしろ三振が取れるというね、うん、ああこれは非常に調子いいなと思って、うんうん、これはこうなかなか打てないぞと、うん、でここまでで1本のヒットしか打たれてない4回までに、うん、まあ、中山ライトにライトに持っていかれたヒットしかない、うん、ね、で、はい、5回の裏、はい、あ5回の表か、ね、うん、ワンアウトから戸柱ヒット、はい、でここで代打フォードなんだよね、うん、なんで浜口変えるのって思ったの、いや思いました、これはなぜ変えるのって思ったのは、変えたら巨人打線が、あ浜口変えてくれるんだっていう風な非常に勢いづくんじゃないかなっていう心配があったんだよね、うん、いやだからなんで変えるんだろうと思って、ちょうどなんか一番乗ってるようなタイミングだったような気がしますよね、まあそうだね、でデータ的に言えば、うん、まあ例えばなんていうの、その5回以降は浜口の投球は落ちてきて、まあ、打たれる傾向にあるとか、まあ、そういうデータは仮にあったとしても今日の浜口はね、そのデータ以上のものがやっぱこう出てたと思うんだよね、うん、いやだから変えるんだと思って、しかもこの前の打席ヒットも打ってたりするし、まあねそういうことは、まあ、浜口にバントやらせてもよかったのかなっていうふうには思うんだけども、うん、ね、何かしらね、まあだけど報道を出してね、まあ、勝負に行くんだよ、うん、でやっぱり先手が欲しかったんだろうね三浦監督としたらね、うん、だからまあ一か八かで、一か八かっていう言い方が正しいかどうかわからないけども、まあ、勝負に出たという、もう中盤っていうこともあって、うん、やっぱりね三浦監督も大手はかけてるけど切羽詰まってるね、うんうん、ちょっと圧迫感があると、うん、早く決めなきゃいけないというね、ちょっと焦りからか、まあ、報道を出したのかなという感じもするけども、うん、で報道が、サードフライ、ね、で梶原トップに帰ってきてセカンドゴロということで、うん、変えたけどもものにできなかったというね、うん、でその裏5回、はい、ピッチャー変わりますね、もちろん変わるよ ね、山崎康明、はい、
初球はフォークボール、うん、まあ得意のシンカーだね、うん、で次のボール外を要求、はい、戸柱は、うん、でも引っかかって内に来て中山ライトがライトにホームランという、うん、これがねやっぱね予言は的中したというか、うん、やっぱ球場にいる皆さんとか、うん、テレビで見てる皆さんとか、うん、あれ浜口変えるんだっていうことを思った人は大半いたと思うんだよね、うん、でこれは流れが変わるって思った人はたくさんいたと思うんだよ思いました、うん、だからまあこのその通りになっちゃったんだよねそれがまたねこの中山選手がホームランを打つという一番嫌な点の取られ方ですかね、まあ、まあそうだねピッチャー変わりっぱなのまあまあそうだね、うん、だからやっぱこうベンチとすればまあその選手もいろいろ考えながら野球やってるからあれ変えるんだと思った人もいるかもわからないこれでこうやった結果がさ悪く出ちゃうと、うん、ほらなんで変えちゃったんだろうっていうような重い雰囲気は漂ったと思うんだよねこれは打たれてしまって山崎投手もちょっとああって矢先ね、うんうん、さらに思いますかねまあでも準備してる段階で、うんよし次は俺だっていうようなね、うん、でシリーズに入って状態もあんまりあんまりっていうか状態はいいんで、ねうん、だから自信持って上がったとは思うけど、うん、ちょっとやっぱこうねここら辺が一つのポイントだったかなっていうふうには思うね、うん、振り返ってみるとねもうこの1点っていうことになってしまったんですね、まあそうだね、うん、でもその後ね、はい、安脇も崩れないでその後3人で抑えたし、うんで6回には堀岡がね、出てきて、はい、やっぱりこう、3人で抑えるんだよ、うん、まあ先頭バットフォアボール出したけども、はい、丸をゲッツーとかね、うん、で頑張ってつなごうとする、はい、で7回、はい、ワンアウト、うんまあ、宮崎は三振ということで、はい、でね5回ぐらいからかな、うん、山崎よりがめちゃくちゃ良くなってきたんだよねなんか、うん、ちょっと見違えてきましたよねいやで前半とはもう見違えるようなコントロールの良さを見せてて、うん、まあ神林じゃんこれ山崎よりは変えないのって言ったら、うん、もう変える必要はないっていうふうに答えたぐらい、うんうん、ものすごいもうねもう針の穴じゃないけど通すぐらいのコントロールになってきてたんだよね、うん、それを桑原がワンアウト後、うん、レフト前に打つんだ、うんこれはね高さは良かったんだけどコースがちょっと甘かったねなるほどでも桑原がうまく打った、うん、でこれをお声が突っ込んでくるんだよねで突っ込んでくる伏線とすればさ、4回に同じ桑原のなんてライナー性の当たりをお声が取ってんだよねファインプレー、ね、ファインプレーしてるんだよ、うんそのイメージがあって前に突っ込んできたかなという、うんまあ、感じがあってこれをそらして三塁打になったんだよこれすんなりあもう諦めてというかあヒットだということで処理をしてれば、うん、シングルシングルだったな、うん、だからもうこれは大変なことになったなって大慌てでしたもんね大慌てそれでもうすかさず阿部監督が出てきてもう桑原選手も爆走してスリーベースで ね、まあ、これ結果記録はスリーベースになって、ね、で、ワンアウト三塁という形になったんですよね、はいうん、もうすかさず阿部監督がベンチから飛び出して、うん、ピッチャー 高梨これも致し方ないっていうところですねいやこれはねもう仕方ない変えたくはないけれども、うん、いやもう変える必要性がなかったんだけどもここはやっぱ森戸柱って出てくるんで、うんで森と戸柱は阿部監督の中で変えてこないだろうって、うん、そういう読みもあったと思うんだよね、うんはい、だから高梨を躊躇なく送り出した、はいねうん、でまあ森 DeNA ベンチはどうするかなっていう、うんまあ、スクイズもやっぱりちょっと考えてるだろうなっていうような感じがあったんだけども、うんまあ、1球目外のスライダーこれ完全に外れる、うん、でもボール先行にはしたくないそしたら高梨は絶対インサイドかなんかで取りに来るだろうなっていう読みがやるんだったらここだなと思ったけどやらずに打たした、うん、まあいい当たりだったけど門脇がねやっぱいい反応を持ち、バックホームしまあギャンブルスタートで桑原頭から突っ込んできたんだけども、うん
やっぱ送球もいいとこ投げてるね。もう完全にアウトでしたね、うん、あれね、ベースに投げるんじゃなくてね、ちょっとベース三塁側の方に投げるとやっぱね、タッチも早くできるし、はい、やっぱアウトにできる確率って高いんだよね、うん、仮にこっちだったら ねタッチは遅れるし、でもあの体勢からあそこに狙って投げたとしたら大したもんだよ。もうベースどこにも隙がなかったですね。そうだね、うんうん、いやだからまあ桑原のスタートも悪くないと思うし、うん、はい、あの打球も速かったしね、これはもう捉えてたんだけども、片桶のファインプレーに、屈したという、うん、まあそんな感じだけども ね、まあ内容に勝って結果で負けたというね、うん、そういうバッティングだったんだよ、ね、でもなおランナー一塁 ね森が残りツーアウト一塁ね、はい、はい、初球を、うん、初球スタート、うん、ね、岸田が完璧な走塁だったね、送球だったね、いやーここら辺のジャイアンツの守りっていうのはやっぱこうシーズン通して守り勝ってきた野球だよね。これがジャイアンツの野球というか、まあ僅差でもほころびを見せず守り切るというね、ああ大したもんだなと思ったよ。やっぱり打てなくてもやっぱこう耐えしのぐというか、ね、しのいでいくというね、うん、でまあこれで、チェンジになるんだよね。うん、うん、それで、はい、もうジャイアンツはね、もうチャンスらしいチャンスがないわけよ、はい、坂本が、チーム3本目の7回にヒットを内野安打を打ち、はいはい、増田大輝、うん、ここで昨日はワンアウトから坂本が出てんのに変えなかったんだよね、うんうん、でナイス走塁で1・3塁を作った。今日は変えたんだよ、はい、安倍監督が、うん、で盗塁をし、まあ、チャンスを広げながらでも代打立岡が凡打して、この回も、まあ点が入らない、はい、で坂本を、まあ、変えてるよね、うん、で増田大輝をサードに入れるという、うん、で8回、はい、ピッチャーバルトナード、はい、戸柱、あれこれ代打じゃないのかなと思ったんだけど、うん、やっぱ調子がいいから変えないんだよね。ね、もうこのシリーズ男みたいに言われてますね、うん、いや本当本当、いやそれでライト前ヒット、はい、でここでピンチランナー林、うん、でバッターピッチャーのところにピンチヒッター海老名、はい、ね、うん、でこの時バルドナードだよね、ピッチャーがね、はい、相手はね、はい、あの巨人ね、はい、はい、で海老名に、まあ、どうさせるかなと思ったら、もう当然バントだろうなと思った、うん、まあやっぱバントだったよね、うん、ああ送られたと思ったら、もうなんか画面から飛び出してきたように増田が処理してえどうしたって言ったら、セカンドに投げてゲッツー取ったんだよ。まあリクエストもしたけど、うん、まあ完全なゲッツーだよね、うん、もうなんかタイミングはしっかりセカンドもファーストもアウトでしたが、まあ、まあね、そのリクエストはしたくなる気持ちはわかるし、ね、ベースから離れてるんじゃないかっていうね、そうそう、まあこう取った瞬間、ね、取った瞬間が離れてるんじゃないかっていうような、まあ、アピールプレーだったんだけども、まあだけど、まあ、実らず、増田のファインプレーという、これはね素晴らしいよ。もう旬となりましたね。いやこれはね、うん、まあ旬となるし、うん、例えば番頭君が転がった時に岸田も取りに行ってんだけど、うん、岸田はやっぱね指示できなかったと思うんだよ、セカンドに、うん、怖くて、うん、でも増田がね自分の判断でね投げに行ったけど、めちゃくちゃ難しい送球なんだよ、うん、こう取り行った勢いを殺しながら流れながらやっぱ送球しなきゃいけないからブレるんだよね、うん、多分それをきっちり投げて、うん、ゲッツー取った、これはね、うん、素晴らしいプレーだよ。しっかりとした体幹なんでしょうね。まあまあそうだな、それとやっぱりね、うん、こういう練習をやっぱかなり積んでると思うわ、うん、だから見事なプレーだったね、はいはい、ということでこれで2アウト走者なしになり、うん、1番に回ったんですがセカンドゴロということでね。まあそうだね、うん、でまあ9回大勢が出てきて、はい、まあ、佐野にまたデッドボールなんだよね、ワンアウトからね、そう、うん、でオースティンにはフォアボール、うん、さあ宮崎、はい、ね、まあ、フォークボールを振って三振、うん、はい、で桑原のところに筒香が代打、はい、2アウト1・2塁でね、はい、初球のフォークを打ってセンターフライという、
まあ、これでゲームセットということになったんだけども、うん、やっぱねこの1対0で勝ち抜いていくっていうのはやっぱ監督の決断だよね、うん、これがすごい重要だなと思ったのはまず高梨を入れた時、うん、これもうしょうがないんだよね。山崎よりは変えるつもりは全くなかったと思うんだよ、うん、でシングルヒットでも変えなかったと思うんだよ、うん、でもこれが三塁打になった。そしたらもうね三振を取るかゴロを打たすしかない、うん、それに適したピッチャーは誰か左対左やったらもう高梨しかいないというね、うん、もうそこに決断があったよね。もうこれは迷いが全くなかったということ。もうあれなんでしょうね、こういったケースではっていうのがきっちりと決まり事じゃないですけど監督の中にあるんでしょうね。まあプランがあるんだろうね、うん、まあ、それとやっぱ今日の大ヒットはさ、昨日坂本にワンアウトランナー一塁、うん、バッター中山、うん、ね、打って一三塁ナイス走塁があった、うんうん、で頭から突っ込んできた、うん、ナイス走塁が同じくノーアウトランナー、あ、ワンアウトランナー1、ここで増田を出してたっていうことなんだよ、うん、で坂本を変えてたっていうことがやっぱこのファインプレーにつながってんだよね。後のね、まあ、うん、坂本も同じようなプレーはしたかもわからないよ、うん、ただ増田のキレの方がもう今はあるからね、うん、申し訳ないけど、うん、いやだからここに変えてたっていうところがやっぱ阿部監督の勝負運だよね、うん、勝負運の強さ、うん、もう両監督のいろいろとこう心理だったりチームの状況がよく見える試合でした ね、うん、まあ勝負勘だよ ね、阿部監督のね、うん、それと三浦監督ね、変えた、うん、あの浜口投手、はい、はい、やっぱり、DeNA はデータの中で、うん、ある程度決め事をしてるという、うん、だからまあそういうデータがあってにしても、うん、やっぱこういうことってさ、こういう試合ってやっぱ気持ちもあるしね、気持ちも動いてるしかなり、うん、浜口って普段見せないぐらいの気合を見せてよかったです。めちゃくちゃ良かったと思うんだよね、うんうん、だから変えることはなかったのかなっていうね、一つだけそこはなんか悔いが残るな。一番変えてほしくなかったかもしれないです、全選手の。まあまあそうだな、あの瞬間はな、うんうん、だからちょっとまあまあ1対0だからこれはもう攻められないけどもね、またね、そこのねフォード選手がもし打ってたらとかなってくるとまた話が変わってくる。これがランナー一塁でねツーランとか打ってら、うん、ね、まあ、称賛されるんだろうけどもさ、うん、よく変えたなーっていうのになるんだけど、やっぱこういう負け方しちゃうとね、やっぱあの負けがっていう、あそこの交代がっていうふうにまあ言われがちだけどもね、うん、うん、まあまあしょうがないかな。難しいですね。あとはね森のところ高梨が出てきて、はいはい、まあ、スクイズも考えてたとは思うんだよね、はい、だけどワンボール、いや初球だけはファーストストライクだけは思い切って生かしてやろうっていう気持ちもあったと思うんだよ。だからそれを打ちに行ったんだけどもね、うん、まあまあでもこれはしょうがないね。1点差を争うのであれば、うん、こう手堅くする阿部監督と、うん、もう1点差だけど、まあ、1点を取って逆転しようっていうような、うん、で監督とどこですか。だからまあ平行カウントワンエンドワンになってたとしたら森にひょっとしたらスクイズだったかもわからないしね、うん、これは頭からスクイズをした方がとかいう話もなくはない、うん、まあまあでもやっぱり森の動き、うん、あれ積極的に打ちに行ったっていうのは全然悪くないしね、はい、まあそれはもう結果だから仕方ないけど、まあね、ただね俺が一番悔やまれるのはまあ悩むだろうけど3回のノーアウト1、うん、2塁で牧の場面なんだよね、うん、ああさっきも触れた、うん、3回のね、はいはい、まだ序盤ということがあって、はい、多分うちに行ったと思うんだけど、ここで昔ウィンフィールドっていうヤンキースの選手がね、うん、ヤンキースで5番を打ってた選手がいるんだよ、うん、でその人がバントをしたんだよね、うん、でそれに対して多分ねシーズンでもバントやったことなかったと思うんだよ、うんうんうん、でもそれやらしたの、うん、でそれを成功したの、うん、それでワールドチャンピオンになったの、はい、ね、いやチームが勝つためだったら俺は何でもやると、うん、だからバント全然 OK だというようなことでやったシーンがさもう忘れられないんだよ、うん、やっぱ勝つためには誰もが犠牲になり誰もが
やらなきゃいけないことだと思う、ね、まあ、それ勝つためだと犠牲だと思わないんでしょうし、ね、そうだね、うんうん、だからここの時はまだ3回ということもあり、多分打たしに行ったと思うんだけども、明日はこういう場面があったとしたら、やっぱチームも疲れてる、ちょっと状態がみんなの状態が落ち気味だっていうことがあれば、やっぱ先の塁に進めることをちょっと考えてほしいな、 DeNA はね。難しいですね、本当、まあね、3回という序盤と、まあまあそうだな、まあ、牧選手っていうことと、まあ、こんなにまさか本当にこのホームランの1点で試合が決まるというふうにはね、うん、その頃は思ってないでしょうしね。まあまあそうだね。でも選手点がやっぱりね、ものを言うというね、うん、まあ、こういうシリーズになってるし ね、あとは明日戸郷と K、うん、ね、これがどうなるかということだよね。また回ってきましたね。また来たね、うん、いや戸郷はやっぱこの前負けてるだけに、うん、よし今回もう、ま、もう一回チャンスもらったというようなことで全力でいくだろうしね、うん、まあ、もちろん全力でいくんだろうけども、うん、K はもうとにかくこの前のピッチング、もう自分をこうなんていうのコントロールして、投げれば、まあ、そこそこの投球になると思う。だからもう明日はもうガチンコだから、うん、もう ね前回の試合ももうこの間なのでね、まあ、そうだね、なんかいろいろ思い出されますが、本当 DeNA 7安打で無得点、はい、巨人は3安打で1点ということで、はい、なんとも素晴らしい投手戦でしたけど、まあ、そうだね、うん、まあ、あの明日でね、はい、もう泣いても笑っても、セリーグのシーズンが終了するんで、そうなんです、どっちにしろね、はい、まあ、あとは日本シリーズしか残ってない、もう最後の最後、最長の最長まで来ましたからね、はい、まあ、本当にいい試合をね、うん、まあ、期待してます、はい、ね、もう誰がキーとか誰が、ね、ポイントだとか、うん、そんなんじゃなくてもうガチンコの勝負でやっていってください、うん、ね、はい、本当に、はい、また明日も楽しみです、はい、期待してます、はい、いい試合を。